サボンロペス仕掛けていってシュート、うん、飛び込んできた、仙台勝ち越し。ハモンロペスから最後は野沢、仙台が勝ち越しに成功、2対1。野沢今シーズン3ゴール目。ついに仙台が勝ち越しに成功です。 70% 以上ボールをキープしている仙台、粘り強く守っていた甲府でしたが逆転を許しています。今も抜かれてないんですけどもね、はい、やっぱりハモンロペスの強引さですよ ね、 そうですね、ここでやっぱ足を振ってきますからね。そして最後リアンと外から飛び込んでいったのは